こんにちは。世界のジャイブサロン、ジャイブ研究所所長、のぶです。今日はこのビデオを見ながらちょっと解説していきます。これね、ウェーブのね、ボトムターン、トップターンなんですね。これのちょっと分かりやすいちょっと、画像がありましたので、ちょっとそれで説明していきたいと思います。これどういうことかというと、結構質問が多いのは、ボトムターンからトップターンに上がるときに角度がみんなね取れないって言うんですよ。垂直に上がりたいと、そのためには何が必要ですかっていう質問はね、すっごい多いんですよね。やっぱりちょっとウェーブやってる人は、ちょっとじゃなくて結構やってる人も結構多いのかな。どうしても斜め45度だと、ね、垂直に上がれない。垂直に上がれると裏風が入ったりとか、失速したりしてトップターンが全然しょぼくなるみたいな、結構話があるんですよ。何が必要かっていう話、これはあのポイントは1個しかないね。だからその解説をしていきます。まあ結論から言っちゃいましょうか。ボトムターンからトップターンに入る時の結論的には、縦に上がる結論は、内傾です。ただそれだけ。何内傾ってことは、ブーメンの内傾、これをいかに取るかなんですよ。ちょっとこれをね、動画を解説しながらちょっと話していきましょう。でまずこれね、ビューっとして、うまいね。これはどういう風なんだろうね。ちょっとサイドからオフっぽいのかな、気持ち、もしかしたら。マッサイドがちょっとっぽいかもしれないね。まあこれはあのウェーブ、まあこれはあのウェーブある程度できる方のちょっと話なんでね、この辺の解説はもう他の動画でしてますので、それは省きます。まあとりあえずね、最初の頃はスピードを上げるためにちょっと波乗ったら、ちょっと風下にフロントサイドってやつね、ちょっと走ってスピードを上げると、んでここのボトムまでしっかり入れると。で本来ね、これコンバージョンっていうのをもっとしたりするんだけども、いいですか。で最初にやるのが、ここから入るのがタオル込み内傾っていうのが入るんですよ。こうやってどっちかっていうとタオル込み内傾ね。まあ、あの私が言ったらフォアレイキっていう、まあこれノーマルジャブでも関係ないです、いいですそれでも。ただノーマルジャブの場合はちょっとスピードが上がりづらいので、コントロールウェブみたいなね。でもこのぐらいのサイズだったらノーマルでも多分スピードはそんなに極端に変わらないのでいいかもしれない。まあ、これはどっち好みですね。このくらいのサイズ、頭サイズぐらいの波だったらっていう感じです。頭以上になるとやっぱりあのノーマルボトムターンでもいいんだけど、フォアレイキの方がよっぽどスピードが上がるのでね、そっちでもいいかもしれない。まあ、これはもう好みですね。だから、ね、この辺は、ね、好みかもしれないね。まあ、だからどっちにしよう。でまずここでタオル込み内傾します、ね、でフルレールが入って、倒れ込めないけど、内側に体ごと内傾して倒れるっていう感じね。セールもね、こう倒しながら。で、ここから先です。ここから、なんだろう、こう、トップ、90度に上がるわけね。ほら。で、ここでブーメンの内傾。ここからグーってきて、グッとこう、この倒れ込み内傾から、そのままブームエンドの方に頭を持ってくる。ほら、持ってきてるでしょ。これがブーメンの内傾なんですよ。このブーメンの内傾が重要。これあの倒れ込み内傾のままだと後半のレールコントロールができないんですよ。そこからブームエンドの方に頭を2個3個分持ってくることによって、レールをクッとこうかかとステップでもう一度押すみたいな、自分の角度を決めるために、ね、押す力を加減できるんですよ、ブームエンド内傾をすると。倒れ込み内傾のままだとそれができない。だからまあこのまま45度で行くにはスピードが落ちなくていいんだけども、縦に上がろうと思ったらそれできないんですね。だから倒れ込みないけどブーメンド内傾っていうのが必要な、ボトムターンには。そういうことです。でこれがブーメンド内傾ね。いいですか。あ、ちょっと行き過ぎた。グッと、ほらほら、コントロールしてるでしょ、完璧に。ほらブーメンド内傾、内傾がすごいでしょ。ブーメンドの方に頭が、内傾が45度までいかないけど内側に傾いてると、そうするとボードを見るとほらボトムがしっかり見えてレールが入ってる。でここでコントロールするわけですよ。でノーズが垂直に向いたとこから、今度は×10って言ってね、レールトゥーレールの2っていう状況になるのかな。ほらかなり上がってる、ほらかなりいいでしょ角度が。これもっとトップルクラスになると、この内径をもうちょっと強めて、もうちょっと2に戻すの、ちょっと一タイミング遅らせるんですね。でノーズをもっと角度を上げると、そんで2に持っていく。2に持っていくっていうのはここで失速しないってことなんですね。レールを入れっぱなしだとやっぱりこれね、こういうことをちゃんとやってます、でこれ YouTube でねやってるんで、 YouTube のいっぱい動画があるんですよ。もっともっと上げてます、
あのジャブ上達のためにね、スキルとかね、マインドをちょっと教えてるんですね。で最速で目指すコミュニティね、サロンっていうのをやってて、それ世界ジャブをサロンっていうんですけどね、これ今ちょうどね10日間無料で参加できるっていうことをやってます。 Facebook で、メッセンジャーに登録するだけで、その日から、毎日配信される、サロンのメンバーと同じ配信を10日間あの体験できます。うん、そうするとあどんなことやってんだろうってもう一発わかります。うん、まあその時点で、あまあ、こんなもんだなと思った人はそれでいいんですけども、まあ、興味のある方はぜひとも、無料体験ちょっとやって、まあ、損はないのでねただ入るだけなので、であとは10日になればもう配信しなくなりますから、まあ、ただそれだけなので、だから興味のある方はこの YouTube の下の概要欄ってところを見てもらえればいいかなと思います。興味のある方はね、そこからちょっと覗いてみてください。そして今ね、ノブインドサーフィン大学校20の講座なんですが、このキャンペーンっていうか、こう価格改定キャンペーンっていうのをやってて、まあ、今こういう状況なので、ね、世界中がね、ちょっと値段下げちゃおうというね、話、まあ、結構いつもね下げたり上げたりするんだけどもね、今回ねあの思い切って3分の1の価格にしちゃったっていう感じなんですよ。うん、だからそれをちょっと見てもらえば、私の、あの みんながね、俺は今ジャイブがちょっと習いたいとか、ウォータースターとか習いたいとか、ちょっとタックやってみたいとかね、そういうのが全部3分の1になって、価格、標準価格の3分の1になってますんで、だからまあ、9000円だったら3000円、うん、6000円だったら2000円みたいな感じの安くなって、うん、3000円だったら1000円みたいな、1500円だったら、もっと安いみたいな。うん、だからとにかく3分の1になってるんで、あのちょっと興味のある方はちょっと覗いてみてください。そういうことです。本日もね、ありがとうございました、ね、こうやってやって毎日ちょっとドアを上げて、ちょっと配信してますので、ぜひともね参考にできることがあったら、参考にして、技術向上に向けて、楽しんでください。まあこれね縦に上げるのって本当に楽しいですからね、うん、ちょっと参考にしてやってみてください。ありがとうございます。